それではただいまよりパフォーマンス天女と鬼悲しみよありがとうをお届けします。何かが物音を立てて近づいてきました。それは見るから恐ろしいものに見えますが、実は皆様一人一人の心の奥に潜むものなのかもしれません。なんだなんだ、日中からよさこいなどというもので騒がしいぞ。しかも鬼殺隊のようなやつらがうろちょろしていて物騒だ。しかしかれこれこのいたこの地で50年も鬼をやっているが、年が明けてから何かが腑に落ちない。なぜか苦しい。このモヤモヤした感情は何か、断ち切る方法はないのか。よく口、よく口さ、なんかさ、あれ、これ、いいしてるし、よくしゃべれる。この悩める鬼よ。なんだ、誰かと思えば天女か。何か用か。そなたは以前人として暮らしておりました。そして無二の友達とよさこいを楽しく踊っておりました。なんだと、それは初耳だ。だからなんだ、だからどうしろというのだ。一つだけ方法があります。踊るのです。踊ることでかつての心優しい人間だった過去を思い出すのです。そなたは今の苦しみから解放されるでしょう。そうか、それは面白い。ならば踊ってみせようぞ、よさこいというやつを。天女様に祝いの舞を踊ってもらいましょう。
さあみんなで踊りましょう。Thank you.
やっさはい、ありがとうございました。めでたしめでたし、おとがありがとうございました。ありがとうございました。それではですね、これより大変お待たせをいたしました、福豆巻きを実施いたします。ありがとうございます。盛り上がっていただいて大変ありがとうございます。皆様にですね、やる前にお願いがございます。ここお寺という場にですね、お集まりいただいた皆様は大変ご良識のある方かとお見受けいたしますので、